生姜竹は、岐阜県大垣市にある、養老山地の最高峰の標高908.3メートルの山。山頂には四島三角点が設置されており、一帯は、伊比関ヶ原養老国定公園に指定されている。山頂部には、水並ぶな、栗などの紅葉樹林が広がっている。北側の斜面は、市のセリン道などの不設に伴い、自然林が伐採され、 杉などの針葉樹の植林地となっている。山頂からは北側の展望が明け、美濃の市街地や白山が裏山と表山の奥に見渡せる。山頂の東側にある小ピークからは西側の展望も明け、琵琶湖北部そして間近に伊吹山を望むことができる。養老山地は石灰岩室の山であり、南部の石津滝の北側などの場所では、 石灰岩の採掘が行われている。周辺の山の藤原学や伊吹山でも、盛んに、セメント材料となる石灰岩が採掘されている。生姜竹は、養老山地の北端に近い位置にあり、気象観測点のある関ヶ原に近い。このため、特に、冬は、太平洋側の気候というよりは、日本海側に近い気候となっている。年によっては、 山頂部で1メートルを超える積雪量となることもある。養老の滝の上の駐車場入り口の脇の林道ゲートが登山道の入り口でこの林道に沿って登っていく。この養老の滝の下流には日本の名水百選に指定されている菊水泉がある。標高610メートルあたりまで登っていくと旧道への入り口分岐がある。林道を直進した場合は 林道終点のアゼビ平で、養老山町遊歩道に合流する。二つのコースは、もみじ峠で合流する。もみじ峠から一旦下ると休憩用のベンチがあり、さらにその先で、大ダ谷からの登山道に合流する。大ダ谷を上流に向かってしばらく進むと、大ダ谷源流部の図書店がある。この後、生が竹の南側を回り込むように進んでいけば、 東西二つのピークを持つ湾部に到着する。その途中には、岩を積み上げた炭焼き用の跡がある。湾部から西に少し登れば、三角点のある章が竹頂上へ到着する。大多数のハイカーが、この養老公園からのルートを利用している。一等三角点のある養老山へも足を運ぶ例がある。もみじ峠と養老山の途中にある。 小倉山の頂上園地の東ずからは、生姜竹や鈴鹿山脈の両前山などを望むことができる。11月の初旬頃には、生姜竹の山腹は、紅葉樹林が鮮やかに紅葉する。春先には、生姜竹の山頂付近ではスミレ、すみれ、片栗や岩鏡などの花々が見られる。このコースは、初級から中級者向き。 西側の国道365号の旧、上市町役場のすぐ北側から、大ダ谷林道へ入る。途中に林道のゲートがあり、一般車両は侵入できない。林道終点である標高540メートルの地点が登山道入り口である。何度かの大ダ谷の塗装を繰り返すと、東側から北養老公園側からの登山道に合流する。以後は、 養老公園コースと同様、このコースは中級者向き。また大ホダ谷林道の途中から生姜竹の南側の斜面をトラバースするバリエーションルートも存在している。大ホラ林道のさらに北側の一ノ瀬から一ノ瀬林道を進む。林道終点からは南南西に向かって踏み跡の少ない稜線を進む。稜線に西側が 新葉樹の植林地となっている。最初のピークは、標高約890メートルの昭和竹の、東側の小ピーク。西側へ一旦下ると、大ホダ谷からの登山道と合流する暗部がある。さらに暗部から西に少し登れば、三角点のある昭和竹頂上へ到着する。このコースは、上級者向き。表山の東尾根を、養老公園側から取り付く。 表山から一旦西に向かって下り、標高870メートルの裏山まで登り返す。この表山裏山間は、熊笹などの笹やぶに覆われ、ルートの見極めが難しい。この裏山の頂上は、周囲に高い木がないため、360度の展望が得られる。裏山の頂上から南南西に進むと、一ノセ林道コースの終点に合流して、以後は、 一ノセリンドーコースと同様。このコースは上級者向きで最も難易度が高い。山腹では日本ジカ日本ザルノウサギなどの動物が生息している。養老公園のすぐ東側には養老鉄道養老線の養老駅がある。最寄りのインターチェンジは名神高速道路の大垣インターチェンジである。養老公園から養老の滝の途中には 株式会社用ローロープウェイの数と乗りの観光用リフトがある。ありがとうございます。